特許法の歴史では特許法の歴史について述べる。特許法の歴史は一般には1474年ベネツィア共和国の発明者条例がその始まりであると考えられている。古代ギリシャにおいてある種の特許権が認められた証拠がある。紀元前500年には現在のイタリア南部にあった ギリシャの植民都市、シュバリスで贅沢品におけるあらゆる改良を発見すべきすべての人々に励みとなるものとなる一年間特許によりその発明者に確保されたところから生じた利益が約束されていた。アテナイオスは3世紀にファイラーカスの記述を引用し、シュバリスにおいて独創的な料理の創作者たちに一年間排他的権利を認めたと記した。イングランドでは、 請願し、承認された発明者らに対し、君主により、開封特許状の形式で採火が付与された。1331年に、ジョン・ケンペと彼の会社に対して付与された採火は、イングランドの産業に、とある新しい産業を知らせるという公然たる、目的を持ってなされた国王の採火の、最も早く法的に認められた例である。これらの開封特許状は受領者に、 特定の商品の製造あるいは特定のサービスの提供に対する独占を与えた。他にも1449年にヘンリー6世が開封特許上によりフラマン人ジョン・オブ・ユタイナムに彼の発明に対し20年間の独占を認めた例がある。イタリアにおける最初の特許は1421年にフィレンツェ共和国で授与された。フィレンツェの建築家、 フィリッポ・ブルネッテスキは、アルノ川に沿って、大理石を運搬するために用いられた巻き上げ用の、歯車を有する橋家に対し3年間の特許を受けた。1450年に、ベニスにおいて、潜在的な侵害者たちからの法的な保護を得るためには、新規かつ独創的な装置は、共和国に申し出なければならない、との布告を出し、特許はシステマティックに認められるようになった。 保護期間は10年であった。これらの保護は主にガラス製造の分野でなされた。ベネツィア人は移住すると彼らの新たな故国で特許による同様の保護を求めた。これが特許制度の他国への拡散につながった。1474年に元老院によって交付されたベネツィア共和国の発明者条例。これは世界最古の特許制度の一つである。 1555年、アンリ2世は特許に発明の解説書の公開という概念を取り入れた。最初の特許、名最初は、ウサイゲディスクリプションデールホルミターについての発明者、アベル・フールロンに対するものであり、その発行はそれにかかる特許の存続期間が1561年に終了した後まで延期された。特許はザモナーキー及び、 大な館やパリ高等法院のような都の機関により認められた。その発明の新規性の有無は科学アカデミーが審査した。ダイジェストは1729年から不定期に公表され、その遅れは60年に達した。審査はその発明の解説書を公表する必要がなく秘密裏になされた。その発明の現実の使用は公衆への十分な開示とみなされた。 イングランドの特許制度は中世に生まれた初期の制度から発明の創作を刺激するために知的所有権を認める最初の近代の特許制度へと進化した。これは産業革命が現れ交流することができた非常に重要な法的な基礎であった。16世紀までにイングランド国王はいつも好意を持っている人々に対して 独占のために開封特許状を付与するようになった。イギリス法釈義議は、なぜ開封特許状がそのように呼ばれるのかについて、読むためにはその封を破らなければならないある特定の人物に当てられた、封間特許状とは、対照的に、それらは、これらの証書が届くことになっているすべての人々に当てられており、封印を破ることなく、読まれることができたものである。その書類の下部に、 その封印が垂らされているからであるとも説明している。この力は国王が金を工面するため幅広く乱用され、国王はあらゆる種類の日用品に関する特許を付与した。その結果として裁判所が特許が付与される可能性のある状況を制限し始めた。大衆の激しい抗議の後、ジェームズ一世は強制されて全ての既存の独占を無効にした。また、それらが 単に、新規な発明の事業に使用されることを宣言した。これは、千倍条例に取り入れられ、国王が、発明者たち、または、原発名の紹介者たちに、一定の年数の間開封特許状を、発行することができるに過ぎないよう議会が、国王の力を、明示的に制限した。同条例は、を除いて、すべての既存の独占及び、義務の免除を無効にもした。 同条例はイングランドその他の国々において特許法における後の発展の基礎となった。ジェームズ・パックルに与えられた1718年の初期の機関法についての特許は特許を受けるために明細書を提供することが求められた最初の特許である。18世紀に特許法についての司法解釈のゆっくりとした歩みを通じて同法における重要な発展が出現した。 アン女王の第二、特許出願に対し、公衆が利用できる要素の発明の動作原理の完全な明細書により保管することが要求された。彼の蒸気機関のためジェームズ・ワットにより取得された、特許にまつわる1796年の法廷闘争は、既存の機械の改良に対して特許が付与されうるという、原則及び具体的に実用化がされているわけではない。 アイデアや原理も合法的に特許されるという原則を確立した。この法制度はアメリカ合衆国ニュージーランド及びオーストラリアを含むコモンローの流れを組むを有する国々における特許法の基礎となった。13植民地では発明者たちは定められた植民地議会への請願により特許を得ることができた。北アメリカをおける 最初の特許は1641年マサチューセッツ湾植民地総議会によりサミュエル・ウィンスローのある新しい声援皇帝に対して認められた。18世紀の終わり頃、ジョン・ロックの哲学に影響され特許の承認は単なる経済特権の獲得というよりむしろ知的所有権の一形式として考えられるようになった。この時期には当時の特許法の負の側面、 すなわち、その市場を独占し、他の発明者たちの改良を封じるための特許という特権の乱用も現れてきた。裁判所を通じて、リチャード・トレビシックなどの競争相手を追い回し、同社が保有する特許の有効期限が切れるまで、蒸気機関の改良が実現しないようにした、ボールトン・ワット社の振る舞いが、この顕著な一例であった。現代のフランスの特許制度は、 フランス革命のさなか1791年に生まれた。発明者の権利は自然権の一つと考えられていたため、特許は無審査で認められていたなお、1969年改正で審査主義に移行した。特許の費用は非常に高く500フランから1500フランであった。輸入特許は外国から来た新しい装置を保護した。 フランス特許法は1844年に改正され、費用は低減され、輸入特許制度は廃止された。なお、同改正では、特許された製品が、現実には、登録要件を満たしていることを保証するものではない。胸の記載、プロベタ SGDG が導入された。1790年、初めての米国特許は、サミュエル・ホープキンスに認められた。 アメリカ合衆国憲法の特許、著作権条項は1787年に、ジェームズ・マディソンとチャールズ・ゴーツ・ワース・ピンクニーにより、提案された。マディソンは、ザ・フェデラリスト第43編に、当該条項の有用性はほとんど疑われないで、あろう。グレート・ブリテンにおいて、著作者らが有する、著作権は、古文道上の権利であると正式に見なされてきた。同じ理由から、 有用な発明に対する権利は、その発明者らに属するものと思われる。公共罪は著作権と特許法の両方の場合において、個々人の権利と完全に一致する。と書いた。アメリカ合衆国で最初に成立した特許法は、1790年4月10日に成立したアンアクトープロモートザ・プログレス・オブ・ユース・フル・アーツである。そして、アメリカ合衆国における、 最初の特許は1790年7月31日にサミュエル・ホップキンスによる炭酸カリウムの製造法に認められたものである。この最初の特許法はその特許出願とともに発明の実動模型1個を提出することを要求した。特許出願は発明者に特許が付与される資格があるかどうかを判断するために審査された。 実像模型のための要件は事実上をやめになった。1793年に説明書が提出されれば自動的に特許が認められる要特許法が改正された。独立した官庁である特許庁が1802年に発足した。特許法は1836年にも改正され、特許出願の審査が再度導入された。1870年。 連邦議会は既存の法律を主に改革し再規定する法律を可決したが特許庁のために規定及び規則を立案する権限を特許庁長官に与えるようないくつかの重要な変更を加えもした。イギリスでは自由貿易経済という経済哲学が優勢になった影響により1850年代には特許法は研究を妨害し公共の利益を犠牲にして 少数のもののためになる、として批判されるようになった。特許制度に反対する運動は著作権制度にも拡大され、歴史家、エイドリアン・ジョーンズによれば、今日までの知的財産権に反対する、クワの中で最強のものであり、もう少しで特許制度が廃止されるところまで行った、とする。その最も著名な活動家たち、イザムバード・キングダム・ブルネル、ウィリアム・ロバート・グローブ、 ウィリアム・アームストロング及びロバート・マクフィーは、発明家たちや企業家たちであり、求心的な自由法人主義を信奉する、経済学者たち、法学者たち、科学者たち及び製造業者たちに支持されてもいた。ジョンズは彼らの主な主張のいくつかを次のようにまとめている。その時代、フランス、プロイセン、スイス及びオランダなど、他のヨーロッパ諸国においても、 類似の論争が起こった。自由貿易と矛盾する国家が認めた独占としての特許への批判に基づき、オランダは特許法を1869年に廃止した。再度制定されたのは1912年であった。スイスでは特許制度に対する批判により特許法の導入が1907年まで遅れた。イギリスでは多くの公開の場での討論にもかかわらず、 特許制度は廃止されなかった。もっとも1852年改正特許法により改善がなされた。特許を取得するための手続きが単純化されて費用は削減され、イングランド及びウェールズ並びにスコットランドで異なる組織であったところをイギリス全体で一つの部局とした。フランスも同様に1860年代に議論が巻き起こり、法改正がなされた。 1> 第1号特許アメリカ合衆国ウェブサイト、ありがとうございます。